すすき水神社お船祭りトリーを勢いよく潜るお船お船祭りは長野県松本市里山辺のすすき水神社にて毎年5月5日の年には4日に行われる祭事のこと。山辺の里に田植えの始まりを告げ秋の豊作を祈願する伝統行事である。9つの町会がそれぞれ1台のお船を所有している8月25日に県だからに指定されている。 お船には重量感があるため、お船の動きや、それを担ぐ青年の勇ましい姿に注目が集まる。なお、前日に、町会内を回る町会もある。山辺には、薄川という川があり、昔から信仰の対象とされてきた。お船祭りは、薄川からもたらされる恩恵を、各町会に運ぶとされている。日本語記、延暦18年12月期の犬城に、 高句麗から捕来したシナノ国人ケローマローはススキの生を与えられたとある。この時与えられた生は現在ススキ水神社の名で残っており、このススキ水は薄川から来ていると考えられている。また薄町という町会名が山辺にはあり、これも薄川から由来していると考えられる。 24甲本体の高さ約5メートル、横幅約2.82メートル、奥行き約4.44メートルだが、お祭りの時は左右に1本の担ぎ棒をつけ、幕を張り巡らして、船の形に似せ、引きながら揺らすのでもっと大きく見える。車輪は1体だけである。屋台の景色は、2階は四方部切っ放しで、1階の壁面や持ちうなどの部分に、 多くの彫刻をつける。また、軸部の塗装や、飾り金具に技巧を凝らしている。また、屋根が上下する、お船もある。このような形式をした出しは、全国的に見ても、大変珍しい。船順に説明を行う。薄町薄町のお船湯の原湯の原のお船、荒い荒いのお船しも金井しも金井のお船荒町、荒町のお船にし荒町にし荒町のお船上をな 上かないのお船、富士富士のお船うさぎ川寺うさぎ川寺のお船多くのお船が作られてから100年以上経っているため彫刻がひび割れたり折れたりしているほか車輪が傾くなどお船の損傷が全体的に激しくなっている。しかし修理には多額の費用がかかりおの,おののの戒でその費用を苦面することができないため修理を行えない状況にある。ありがとうございます。